2022年、北九州市の若戸大橋が国重要文化財に指定されました。すごいでしょ？テイタンとブラックテイタンは知っていましたか？なぜ国重要文化財に指定されたのかを解説するので、ゆっくり聞いていってね。若戸大橋は北九州市の若松区と戸畑区を結ぶ洞海湾に架設された日本初の長大吊り橋です。1962年の建設当時は東洋一の夢の吊り橋と言われていたんです。実はこの若戸大橋が建設されるきっかけとなった事故があったのです。1930年4月2日、若松恵比寿神社にて春の大祭が行われていた日、交通手段として利用されていた若戸渡船が転覆して多くの犠牲者が出た事故がありました。この事故をきっかけに若松と戸畑を結ぶ道路の必要性が高まりました。ここからは若戸大橋がどのように作られたのかを解説します。まず橋といっても様々な形があります。検討の結果、若戸大橋は2つの大きな主塔を太いケーブルで結び、橋桁を吊り下げる形の吊り橋になりました。当時、日本で主幹長が最も長い橋は長崎県の西海橋で、主幹長は216メートルのアーチ橋でした。若戸大橋の主幹長は367メートルでこの記録を大幅に更新しました。台風や地震に耐えられる安全な橋を作るためには、さまざまな調査と数多くの計算が必要でした。当時は現在のように高度なコンピューターがなかったので、手回しの計算機や模型を使って設計したんです。すごいでしょ？1959年3月30日に起工式が行われ、工事が始まりました。まずは大きな橋を支える主塔の基礎構造物を作るのですが、戸畑側の基礎構造物は海の中に作ることになりました。建設当時の洞海湾は1時間に170隻もの船が行き来していたため、船の航行を妨げないように工事を進めていく必要がありました。このため基礎構造物の建設には、四角い箱を作って海の中に沈めていくニューマチック計算工法を採用しました。この箱は計算と呼ばれ、構成で長さ40メートル、幅17メートル、高さは 13.5 メートルもありました。この計算は下関のドックで作り、関門海峡を横断して現場までの海上およそ20キロメートルを船で引っ張って洞海湾まで運んできました。建設現場に着くと、計算の中に徐々に海水を入れ、その重みで海の中に沈めていきます。計算が海底に着くと、そこの作業室に圧縮空気を送り込んで海水の侵入を防ぎます。そうしてできた作業室に作業員が入って、ヘドロや土砂の掘削を行っていきます。作業室の中は暗く、気圧が高く、とても過酷な環境だったそうです。掘削が終わったらコンクリートを打設します。ケーソンを継ぎ足し、掘削してはコンクリートを打設するという工程を繰り返して、基礎構造物を海底の岩盤に定着させました。こうやって船の航行を妨げることなく、海の中に基礎を作りました。すごいでしょ？基礎構造物ができたら、その上に主塔を建てます。主塔の高さはおよそ80メートル、これは25階建てのビルとほぼ同じくらいの高さなんです。主塔は鋼板をつなぎ合わせて製作したブロックを現地で積み上げて建てたんです。この時ブロックの連結にはリベット接合が使われたんです。リベット接合は当時一般的な工法で、若戸大橋にはおよそ144万本のリベットが使われました。これは東京タワーに使われているリベットのおよそ 8.6 倍もの本数なんです。すごい数でしょ？工事着手からおよそ2年の歳月をかけて、主塔、中間塔までを作り上げました。主塔の傾きは高さおよそ80メートルに対して、戸畑側は5ミリメートル、若松側は3ミリメートルしかありませんでした。すごい精度でしょ？主塔が完成したら、主ケーブルの仮設です。主ケーブルはスパイラルロープという、より線を束ねて製作しています。
このスパイラルロープには直径 61mm のものと直径 36mm のものがあり、それぞれ直径 5mm の組線をより合わせて作られています。1本の主ケーブルを作るのに直径 5mm の組線が7351本も使用されているんです。主ケーブルを仮設するためにまずは足場を作ります。足場が完成したらスパイラルロープを戸畑側から若松側に一本一本渡していきました。スパイラルロープを渡し終わったらケーブルバンドを使ってスパイラルロープを結束して一本の主ケーブルにしていきます。ケーブルには1万1000トンもの引っ張られる力がかかっていて、スパイラルロープ一本一本に均等に力がかかるよう調整がされています。この力は表台のアンカーブロックで抑えています。このアンカーブロックにはおよそ3万トンのコンクリートが使用されています。主ケーブルの仮設が完了したら次は橋桁の仮設です。橋桁は台風などの影響を少なくするためトラス保護桁が採用されました。この橋桁は風速140m/s まで耐えることが可能なんです。橋桁の仮設は施工順序によっては吊り橋全体が不安定な状態になり危険です。このため構造計算や模型実験などを繰り返し一番安定性が高く安全に施工できる順序で仮設されました。最後の橋桁が架けられた時には国旗を掲げて喜びを分かち合いました。日夜研究や作業に勤しんだ技術者や作業員のたゆまぬ努力の成果が実った瞬間です。橋桁の仮設が完了するとケーブルの保護や舗装、最後に橋の安全性を確認する試験が行われました。橋のたわみを確認するため自衛隊のトラックを36台並べて荷重試験を行いました。また耐震性と耐風性を確認するため寄進機を据えて地震や台風時の振動を再現する振動試験が行われました。こうしてさまざまな試験をクリアし1962年9月日本の工業技術を結集して建設された長大吊り橋若戸大橋がついに完成しました。若戸大橋の建設に使われた多くの技術は関門橋、瀬戸大橋、明石海峡大橋などこの後建設される長大吊り橋に生かされていきました。2022年2月若戸大橋は日本初の本格的な長大吊り橋であり、使用された技術が優れている点が評価され国重要文化財に指定されることになりました。若戸大橋の歴史や当時の技術の凄さ分かってもらえましたか？最後に若戸大橋展示室アビュレットブリジアムについて紹介します。この展示室は若松側の橋台の中に開設されていて、実際に若戸大橋に使用された橋部材、建設当時の設計図や写真などが展示されていて、小学校の校外授業、技術者や大学生の研修などに利用されています。若戸大橋は北九州市の重要な幹線道路であり、地域経済を支える本市のシンボルの一つです。北九州市に来た際にはぜひ見に来てくださいね。